今日紹介するのはこちら、ブーチャーのサイクロン式コードレス掃除機。こちら見た目はあの有名メーカーのコードレス掃除機にそっくりなんですけど、性能はそれ以上かも。この掃除機の強みはなんといってもその吸引力。400ワット駆動のブラシレスモーターを搭載することにより、最大3万3000パスカルもの吸引力を実現してくれるんです。ほら、僕が去年購入したダイソンでは持ち上がらないこの米袋も、ブーチャーのコードレス掃除機なら楽々持ち上げちゃう。これはかなりの吸引力ですね。もちろん手元の LED パネルで吸引力の調整も簡単にできちゃう。またはバッテリーは 2200mAパワーのリチウムイオン電池が採用されていて、約55分の連続運転が可能。手元のパネルに充電残量がリアルタイムで表示されるのも地味に便利ですよね。さらにこれらの専用アタッチメントを差し替えることで、キーボードや車のシートの掃除にも幅広く使えそう。また伸縮性チューブは最大64センチまで伸びるので、手の届きにくいカーテンレールなんかを掃除するときにも重宝しそう。吸い取ったゴミはこのようにワンタッチで捨てることができるのも手を汚さずに済みますね。ここまでの性能を備えて2万円を切ってくるので、コスパを求める人は要チェックです。